それはほんの思いつきだった。ねえエイタくん、ここでいい？あ、はい。じゃあ、はい。見惚れてる？そんなことは。心臓をバクバクさせながら撮影してる俺は影山エイタ。カメラが趣味の高校2年生だ。そんな俺が最近ツイッターで被写体になってくれる人募集とつぶやいたら、まさか。見惚れてていいのに。ミオ、ファッション雑誌で活躍するプロのモデル。彼女が DM をくれるなんて夢にも思っていなかった。じゃあ今日はここまでで。もういいの？おかげさまでたくさん撮れました。ありがとうございます。そっか、また撮りたくなったら呼んでね。すでにこうして彼女に会うのは3回目。プロのはずの彼女は俺に一切費用を求めず、無償で被写体をこなしてくれている。はい、ミオさんがスケジュール的に大丈夫なら。大丈夫、エイタくんが呼んでくれたらいつでも開けておくよ。じゃあね、エイタくん、また明日。あは、明日は呼ぶ予定ないですよ。あ、そっか。でもありがとうございます。それじゃあ。本当になんでそんな俺に尽くしてくれるんだろう。ただの高校生なのに。嬉しいけど不思議だ。まったく信じられないよな。ただの高校生である俺がこの表紙のこと昨日会ってたんだから。エイタくん、おはよう。ああ白石、おはよう。今日は大丈夫なのか？うん、平気。隣の席のメガネっ子、白石レイ。あまり体が強い方じゃないらしく、定期的に学校を休んでいる。じゃあこれ、先週休んだ分のノート。ありがとう。エイタくんはいつも優しい。気にするなよ。せっかく学校来れても授業についていけなくなったら困るもんな。うん。あ、エイタくん。え？それ今週のマガジンだよね。ああ。何？エイタくん、こういうのが好きなんだ。別にそういうわけじゃん。でも食い入るように見てた。見てない。ふーん、しょうがないだろ、男なんだからどうしても見ちゃうよ。ミオさん、思った以上に胸大きかったな。胸大きいなって思ってるでしょ。で、心を読まれている。おう、エイタ、学食行こうぜ。あれ、今日は俺パンの気分なんだ。他のやつと言っててくれ。あ、そっか、しゃあねえな。白石さん、お昼一緒に食べない？うん。あの、ん？よかったの？友達。いいのいいの、いつも一緒に食ってるし、今日はパンの気分だったし。私に気を使ったんじゃ。いや、そういうわけでは。違うの？ね、正確には違う。純粋に白石さんとご飯が食べたいのだ。いつもごめんね。謝らないでよ。俺だって、その…なんだ、白石さんがせっかく学校に来てる時くらい一緒にご飯食べたいから。ありがとう、エイタくんは優しい。そういえば、ん？エイタくんもミオのファンなの？どうしたの急に。別に、マガジン買ってるの珍しいなって思ったから。まあそうだね、ファンちゃファンかな。ファンというよりもはや知り合いだけど。じゃあミオのこと好きなんだ。なんかその言い方語弊があるけど、男なら割とみんな好きなんじゃない？そっか、そうなんだ。なんだよ、その質問に何か意味あるのか？別に、聞いてみただけ。何が面白いんだろう、変なの。わあ、お待たせ。休日、ミオさんから DM があったので、俺は再び彼女と会うことに。ミオさん、ちょっと。ん？何？そんなにくっつかれると。胸が当たって嬉しい？な、からかわないでくださいよ。からかってないもん。エイタくんが私の谷間に釘付けだったから、好きなのかなって。え？今まで谷間が見えるような服で来てもらったことあったっけ？じゃあ行こっか。今日はね、行きたいところあるんだ。わかりました。近場の浜辺。なるほど、ここなら結構いい写真が撮れそうだ。この辺？はい、そのあたりで。それじゃあ。あ、ちょっと待って。え？ちょ、ミオさん。
じゃーん。今日は水着を着てきたんだ。あれ、エイタくん、カメラがあさっての方向いてるよ。ミオさんが急に服脱ぎ始めるからびっくりしたんです。水着撮影嬉しい？マガジンの表紙で散々見たのに、生で見るとまた一段と迫力が。あ、また近くで撮る？ここでいいです。けお疲れ様。お疲れ様でした。いい写真撮れた？見せて。どうぞ。やたら谷間の方にフォーカスしてない？してません。ちょっとだけです。別にいいけどね。いやー、今日も楽しかった。ミオさんはどうしてこんな俺に時間を割いてくれるんですか？俺ただの高校生なのに。好きだから。え、何よ。いや、だって俺ツイッターで知り合っただけなのに、なんで好かれてるのかさっぱり。いいじゃん、理由なんて。私はエイタくんが好きだからこうして会ってるの。エイタくんだって私のこと好きでしょ？え、まあそれは、はい。ね、じゃあ私たち付き合っちゃうか。はい。いいでしょ、お互い両思いだし。エイタくんだってモデルのミオと付き合えて鼻が高い。ダメですよ、からかわないでください。それに、その俺、好きな人いるんです。え、だからごめんなさい、ミオさんと付き合うわけには。まあ軽い冗談でしょ、そんな本気にしないでよ。え、そうですよね。ごめんなさい。本当だよ、まったくもう。そっか、好きな人いるんだ。え、なんでもない。ね、じゃあこれあげる。スタッフから水族館のチケットもらったの。エイタくんの好きな人誘ってあげて。あ、ありがとうございます。さて、私はそろそろ帰るね。あ、駅まで送りますよ。いいのいいの、一人で帰れるから。でもエイタくんは優しい。え、ううん、とにかく大丈夫だから。それじゃあね、さよなら、エイタくん。あ、はい、また今度。さよなら。翌日。あ、今日も白石さん来てる。エイタくんの好きな人誘ってあげて。よし。おはよう、白石さん。おはよう。あれ、いつになくテンション低くないか？どうしたの？体調悪い？別に。なんてでかいため息だ。しかも全然目を合わせてくれない。もしあれなら保健室でも。エイタくんは優しい。え？その優しさが今はムカつく。え？なんでもない。用がないなら話しかけないで。いや、用はあるんだけど。なぜだ、俺なんか白石さんに嫌がられることしたか？ダメだ、全く記憶にない。何？用があるなら手短に。行くのか、こんな空気で誘うのか。でも次いつ学校来てくれるかわからないし。ねえ、行っとれ。さ、白石さんって水族館好き？好きだけど昨日嫌いになった。えー、なんてタイムリーな。この子に一体何があったんだ。なんでそんなこと聞くの？いや、実は水族館のチケット、知り合いに2枚もらったからどうかなって。いや、ごめん、白石さん水族館好きかなって思ったんだけど、まさか嫌いとは。それ、え、私を最初に誘った？うん、行く。え、絶対行く。いつ行くの？今日？明日？明後日？あれ、水族館嫌いなんじゃ。今好きになった。え、情緒不安定すぎる。でもよかった、俺白石さんと行きたかったから。そうなんだ。あ、そうだ、ミオさんにちゃんとお礼言っておこう。好きな人誘えましたって。あ、よかったね、私も嬉しいよっと。約束の日当日。もうこんな時間か。
既読つかないな。楽しみにしてるね。確かにそう言ってたのにな。嫌な素振りなかったのに。どうして。よかった、まだいた。あれ、ミオさんだ。どうしたんですか。どうしたって、あ、しまった。仕事終わりに慌ててきたからミオできちゃった。そう、たまたま歩いてたらエイタ君見つけたから声かけようかなって思って。そんな息を切らすほど走らなくても。ところでエイタ君は誰かと待ち合わせ。はい、そうだったんですけど、どうもすっぽかされちゃったみたいで。そうなの。もしかしたら何か用事があって遅れてるだけかもよ。でも連絡一つないですし。仕事中スマホいじれなかったからな。まあ仕方ないですよ。別段仲が良かったわけでもないので、もしかしたら嫌だったのかも。そんなことないよ。え、あ、いや、そのエイタ君に誘われて嫌な人いないと思う。ミオさん、ありがとうございます。それじゃ。どこ行くの。帰ります。ここにいても仕方ないので。待って、もしかしたら遅れてくるかも。それならそれで連絡あるでしょうし、家で待っても変わらないですよ。それに水族館の閉館時間もありますし。じゃあ私が一緒に行く。え、あー、見て見て、エイタ君クラゲ。結局言われるがままミオさんと一緒に水族館へ来てしまった。ほら、ふかふかして可愛い。クラゲ好きなんですか。うん、あっちの水槽大きい。行こう、エイタ君。あ、ちょっと、いいじゃん、デートなんだから。デート。何やってんだ、俺。好きな人にすっぽかされて落ち込んだかと思ったら、その後に来た他の女の人とデートだなんて。おお、魚がいっぱい。あの、何、誘った人のことが気になるの。そりゃ、まあ。大丈夫、もしその人から連絡来たら私はさーっと帰りますから。まったま、来るわけないけどね。え、とにかく来るか来ないかわからない連絡を気にしてないで今を楽しもうね。うわ、次はほら、あれ、イルカショー見に行こう。この後すぐだって。ほんと、何やってんだ。誘うはずじゃなかった人とデートして、ましてや楽しみ。それを楽しいと思ってしまうなんて。ああ、楽しかったね。エイタ君も楽しかった。あ、はい。思えばミオさんとは今まで撮影ばかりでこうして一緒に遊んだことはなかった。ありがとうございます。結局一日付き合ってもらっちゃっていいんだよ、私もエイタ君とデートできて幸せだったし。そんな風に笑顔を向けられるとついドキッとしてしまう。最低だな、俺。好きな人がいるって言ったばかりなのに。あの、ごめんなさい。え、チケットせっかく譲ってもらったのに。だからそれは気にしないで。本当は今日告白するつもりだったんです。ミオさんにもらったチケットでデートに誘って、そして思いを伝えようって。でも告白もできないまま振られちゃいました。結局この時間になっても連絡はなかった。さすがにもうはっきりしただろう。白石さんはきっと俺のことなんて。じゃあ今告白して。え、エイタ君、待たせてごめんね。化粧してるからまだちょっと分かりづらいかな。白石さん。うん、そうだよ、私、白石レイ。嘘だろ、ずっとごめん、隠してて。どうして。自信なかったから。え、本当のレイの私はさ、暗くて取り柄もないダメな子だから、エイタ君に好かれる価値もない女だと思ってた。でもミオの私はキラキラしてて自信満々でみんなの人気者だから、ミオの私なら
エイタ君に好きになってもらえるって思ったの。でも、エイタ君はちゃんと素の私を好きでいてくれたんだね。ね、エイタ君、私、エイタ君のことが好き。前、言ってたよね。なんで自分が好かれてるかわからないって。私は優しくて気遣いができて、いつも私のそばにいてくれたあなたが好き。白石さん。ね、エイタ君、返事聞かせて。俺はずっと白石さんのことが好きだった。でも今は違う。え、今は白石さんのこともミオさんのことも両方好きだ。全部ひっくるめて白石レイが好きなんだ。エイタ君、だから俺と付き合ってほしい。俺、君のことが好きだ。おまけ。じゃあエイタ君、記念に写真撮ろう。そうだね。それじゃあそこに立って。私一人で撮っても記念にならないよ。